APEC の21の国と地域が、この横浜ビジョンと題する首脳宣言をまとめまして、この採択をしたことをまず皆さんにお知らせをいたします。アジア太平洋は、その強い回復力を示しております。この地域が将来にわたって、 世界の成長センターとして、世界中を牽引し続ける、そうした好機をつかんだものだと考えております。横浜ビジョンとして、その将来像を明らかにいたしました。その内容の概略を申し上げます。第一はは我々は 貿易投資の自由化、円滑化を進め、より進化した経済統合を推進する緊密な共同体を目指すということであります。これを実現するため、アジア太平洋自由貿易圏 f、f t a p を APEC として目標に掲げアセアンプラス3、ASEAN+3、ASEAN+6、TPP、 など現在進行中の地域の取り組みを基礎としてさらに発展させることにより f タープの実現に向けて前進をいたしますこのため投資サービス国際物流の円滑化などの分野で取り組みを続けます第二にアジア太平洋地域が持続的な成長を 実現し成長の質がさらに向上するよう強い共同体を目指しますこれを実現するため APEC として初めて成長戦略を策定いたしました今後は構造改革人材起業家育成グリーン成長知識基盤 経済及び人間の安全保障、こういった分野で、ここに焦点を当てて、実行計画に従って、着実な実現を目指して実施してまいります。また、財政及び金融面での取り組みを強化をいたします。第三に、人々が自由に安心して、経済活動に充実することができる、 安全な共同体を目標として目指してまいります。これを実現するため、貧困の削減、テロ対策、自然災害対策のための取り組みをさらに強化をいたします。また、食料の安全保障を確保するため、具体的なイニシアチブを推進してまいります。以上 私が説明したとおり、われわれ APEC 首脳は、この横浜において、アジア太平洋地域の将来像とその実現に向けた取り組みに合意をいたしました。私たちが生きるこの21世紀、新たな好機と、そして課題に満ちあふれております。 私はこの横浜ビジョンを実現する、このことがアジア太平洋地域、ひいてはこの地域を超えた世界の人々に対して、さらなる繁栄と福祉の向上をもたらすものと信じて確信をしているところであります。以上首脳宣言の採択 を皆さんの前で、えー、報告し、えー、横浜ビジョンの宣言とさせていただきます。ありがとうございました それではこれで報告を終わらせていただきますどうも皆さんありがとうございましたありがとうございました